シャイニングティアーズ・クロス・ウィンドは、スタジオディーン制作の日本のテレビアニメ。2007年4月より6月まで、UHF 各局で放送された。全13話。ゲーム、シャイニング・ウィンドの物語をもとに、ウィンドの前作、シャイニング・ティアーズの主要、キャラクターエピソードを織り交ぜている。ゲームとアニメの違いは、ウィンドでは、主人公が、キリアであるのに対し、本作では、 ソウマが主人公であるということ、現実世界のシーンがあり、ソウマたちは高校生であることなど。セールミナス学園の高等部生徒会副会長の秋月青井誠は、町で相次ぐ神隠し事件が校内でも起こり、同じ生徒会メンバーの西ン寺とヒルタも行方不明となったことで、クレハ、キリタニ、シーナと事件について調べていた。 事件解明のため休日に集まる予定だったが、霧谷とシーナが遅刻し、葵誠とクレハの二人だけで学校にいたその時、学校に突如、狼男と謎の少女マオが現れる。二体の戦いに巻き込まれた葵誠とクレハは、やがて謎の場所に飛ばされてしまう。そこは、獣人やモンスターが住む異世界、無限大陸エンディアスだった。 ゲームとは違う声優が演じているキャラクターもいる。レーベルメディアファクトリー、ありがとうございます。